この電車は22時ちょうど発、新快速長浜行きです。はい、というわけで終点長浜の順に停まります。敦賀方面の電車に乗った。敦賀って、ね、トゥルガーでもいいやん。 T のところね。いや、ルーマニアの通を示すもうね、あのセリューっていうか、グッドサインつけたらその通になるって。はね、猫じゃないよ、みんなここトゥル、今でこそトゥルって言うんやけど、昔はツートゥルって言ってたんや。それは分かってるよ。ただあの D となんかこれの発音聞こえない。これ G です。 G 点でこれですよ。この G は C に点々のやつ。これはほとんど使用頻度はない。ほとんどはフランス語とかロシア語とかとかそういう外来語のみが出てこないんや。まあ日本語の使用頻度ので言えばもう 0.1% ぐらいじゃないのか。あ、どうぞもない。全然言いにくいもん。よくあのとこ G って言ってるよ。 G じゃないで、こんなもん通常。 G じゃないで、こんなもん通常だよ。全然聞こえよ、俺も。これはどうあってもここに小さな J をつけたい。ここに図でもいい、何でもいいや、 TH 場合やったら、これ残念だけど G か G になるよ。ほとんど T と D と、おい、もう T と S が合流して普通になったよ。あのこの発音機のね、セインクと分かるのに合流ボーンだよ。下ものがそうなんだよ。っていうのはこんなもん、こんなもんや。まあ単純明快。前回まだちゃんと調査しなかった証拠やん。そうな、発生調査しなかったがこうなって。ちなみにやったのはマッカーサーだ。基づきは即刻天皇賞が入るんですね。やるわ、世論やる、無視してそんな憲法そっくりなんだ。取り付けて完成。まあよかったよ、最初からそうすればよかったよ。どうせ憲法違反するんやがんよ。分かってたね。マッカーサー知らんかんやさ、防水圏甲板問題があったわって。お前知ってたんや。まあ調べたらみんな法律さあ、日本憲法見直ししてなかった。分かったよ。歴史の教科書どこにも書いてないんやろ。看板だけで全然見直すの。普通やったら軍も海軍も一斉に憲法見直せて言ってたはずやの。改正とか言ってたの隣にいたはずやの、遠くの前で。それが隣にいなかったんで、で結局やらなかった。単純明快、自民党案はもうあれ大変なそのまま丸ごと貼り付けて復活させるって内容や。内容です。そう、調べたらもうお前の権利だってどっこにもないんや、書いてないんや。ほとんど義務ばっかり、まあ命令的強要かね、他の表現ばっ、それに相当するような表現ばっかり、もう条文だとか。俺はそんなもんやん。韓国もロシアも北朝鮮も台湾も、台湾黙ってるけど、また怒ってるんや。単純明快、台湾はね、募金っていう形で日本に圧力かけてるんや、最初から。かけてるで、証拠。ねえ、モンゴルもね。そんなもんやで。最後にモンゴルのアメリカとの関係。日本と協調してると、主で意外、距離を置いてます。結ぶ、結ばない、勝手やし。ねえ、菅義。前の安倍晋三、インドヨーロッパの、うん、なインド太平洋か、うん、の民主主義って。まだあんな錯覚言ってるんやな。我々に対しては民主主義じゃないので、テロリズムばっかり押し付けてる。なんなの一体、ふざけてるのかって。我々ばっかりって
自分たちはあんなのこう民主主義でどうえ、うん、全然ないじゃないか。あの学校現場でもいじめの原因国策のいじめじゃないか、あんなもんでびっくりや。その時はどうなんだろう、喧嘩してええもんやってこいって、先生に呼ばれるほどの、教師に呼ばれるほどの状態になった、戦争の中になったってね、状態になってもない、呼ばれてもんで、なんて怒られたことあったぞ、じゃあ怒られたことあって、単純名が文部科学省、俺らの情報を調べたよ、その昔の。で今でこそ、君が君の日の丸君はやらんかったら、一応叩き出して、前もって用意しといた、児童劇なんか、どっかから雇った、ね、そっか。で演出させて、ああいうあざと同情させて、ああいう場面、いじめの場面を再現してるのもいいよ、本物だと思う、本当に一番単純明が日本テレビなんで 99.9% 嘘です。天皇サミね、あんなもんそんなに聞くんやん。単純明があんまりいいな、万世で言うとな、人気とか知名度を上げてまうがダメなんや、あの事実全く嘘、99.9%、はい、このようにね、平均でも60か70やっていう高い位置で、低ければ40か30や、そう計算で、あれも完全に水増し、水増しです、解散です、捏造です、捏造やからね、そんなのいいそうです、そんなですね。こんなもんやて、ほんとだって徳川王将が大政奉還したのにいきなり武力侵略転覆やったのよ、前明治維新ね、テロやったのよ、よくあんなもん近代化で、あんなもんテロですよ、完全に政治テロですよ、冗談なんだよ、軍事テロですよ、許されるわけないよ。そう、なぜか徳川省はフランスとかドイツ寄りやってん、アメリカどっちでもなかった、うん、いわゆる明治ね、逆に言うと、うん、イギリス、オランダ寄りやってん、そう、君主寄りやってん、ってことや。単純明快に当時共和制国家って言ったの、今のアメリカとフランスのみやってん、そう当時ですから、それが変わったの、その第一次世界大戦、中華民国が誕生してんの、そして第一次世界大戦、その2年後に第一次世界大戦、そして年後に共和制国家がどんどん増えていったの、増えていってもかえ体制になって、そのどんどん増えていってもかえ、こういうことね。だね、かつてソビエト寄りやった子が政府活動はそんなんじゃ共和制になったんやけど、次は民主主義、社会主義の看板を下ろして立て替えただけですよ、それだけですよ、何も変わらないから、要は民主主義、民主主義で、そう本当に言ってみよう、デモクラシー、デモクラシーって英語は何年記事でもこうデモクラシーって言ってる。いや俺もよう聞くけどな、トランプ大統領、マクロンでとか、あのエルドアン大統領とか、そういう民主主義って使ってるね。でもエルドアン大統領あんまり使ってない。さすがあの方慎重なんや、あんまり使わないんだよ。あ、危ない表現なんて分かったよ。分かったよ、そんなもんね。じゃあ、というわけで後ほどまた言います。じゃあ。